はい、ということで皆さんこんばんは、どこでも一緒、そろそろね、5日を、迎えようというね時間になってますが、はい、ヘボからプロへ。これはですね、私が勝手にね妄想した石崎くんが、書いた著書ですね、読むもの、ヘボからプロへ。僕がヘボって呼んでるわけじゃないよ。ヘボサッカー部出身からね、今やプロになったと。はい、説教風呂説教風呂って何？そうだね、行くところ、連れて行かれるところ、若島津くんにね、まあ若島津くんと一緒にお風呂に入れるっていうのは、まあある意味ではイベントですふふ僕はそうでもないけど、まあキャプテン翼のゲームキューブ版ではね、そんな説教風呂がねもう恒例の行事になってね、いろんな人と一緒にお風呂に入るっていうね、そんな楽しみ方ができたんですが、これも何に該当するんだろうか。はい、 C ブロックC ブロックって何？まあ曲調が変わる時間帯なんだけれど、言葉なのかな。どんな言葉？まあ気合を入れようぜっていうね。詳しくはキャプテン翼2の僕のね動画の中で触れているんですけどね。 C ブロックは好きですか？まあ好きだよ、僕点取りに行くの好きだから。やっと来たかっていうね。はい、できた。ぶん殴りおじさんぶん殴りおじさんって何？そうだね、おじさんを登録するんじゃなくて、曲を登録しようか。ぶん殴りおじさんのテーマっていうことでね。ウブデスさん来ちゃったよ、本人が歌ってもいい？ダメフ僕はでも割とその曲は好きだよ。じゃあ歌っていい？ダメ。はい、じゃあ今夜はこれぐらいにしといて、あとはね、会話を楽しみましょう。曲調もねちょうど変わったしね。こんばんは。人間になるとき美容室みたいにこんな顔にしてくださいっていう風に、ああ注文できるんだったら注文したらどんな注文すんの？ジュラシックテルコさんみたいな顔がやめときなよそれとも MK 選択肢よおかしいだろ、おかしいだろ、絶対ないよ。どっちも僕がもしも同じ立場だったらないよ。まあ C って言うなら MKM はねかっこいいよでも C ってだからね、強く言ってたからね、 C ってだったらね MKM だけど、テルコさんもねきっとね若彼氏頃は美人さんだったんじゃないのとは思うんだよ急にフォローモード。いやフォローしてんじゃなくって、うちの中では割とねネタキャラになっているんだけれども、実際僕の界隈ではないところでは美人さんであったりイケメンさんだったりするんじゃないのかなっていうのは客観的に見て思うんでね、
自分はどっちがいいのさ。僕のこの中から一応提案をするけどさ、じゃあ MKM の方がいいかな。やっぱり呼主みたいな、僕そういうオチ。そしたら二人で兄弟に見えるかも。あー兄弟か。昔妹と並んで歩いていたらさ、妹になんかこうほら街頭で配ったりしてるじゃない。いやそれを妹をもらって、でさらにね、その配ってる方が僕にも声かけてくれてね、お父様もどうぞって言ってくれたの。忘れらんないな、お父様もどうぞって。兄弟なんだけどな。まあそれぐらいね、雰囲気似てるっていうことなんでしょう。それぐらいね、あとそれぐらいね、妹が幼く見えたんでしょう。その妹がとても幼く見えた分、僕がそのお父さんに見えてしまったんだろうなっていうね。忘れらんないな。ねえねえ、まあ身長がねそんなに高くないからってもあるけどね、妹がね。でなんだって。ごめん今日も雑談しちゃって、ちゃんと聞いててよ、すまない。アモロってゴージャス、アモロゴージャスな方なんじゃない。なるほどゴージャス。突然ですがアモロについていろいろ調べに行ってくる。それ人間になるのと関係してんの。ここがアモロクラブ、秘密情報をこっそり交換している。あれちょっと待って、そのアモロクラブっていう屋台さ、前ちょっと違う名前で出してなかった。ねえねえ、お財布の中身がちょっと心配。しばらく醤油かけみかん、あ醤油なんかさ、ありそうだよね。みかんに醤油かけたら、まるまるみたいな味になるみたいなね。うん。うん、人間だったらお金がいっぱいかかるから、だから今から節約？んで、強制的に移動してきたよ。こういうパターン初めてだね。いつも黒猫さんがやってきてさ、選んでちょって来るんだけど、あれひょっとして日付がちょうど今変わったから。そろそろ、あもうこんな夜中に。そうか、もう時間、深夜バスで行くの。ゲゲゲの森まで。ひょっとしたら僕も連れてって、僕もゲゲゲの森行きたいよ。ああね、そうだっていいね。僕の好きなタイプの人間、例えばカブとコウジみたいな。あいいかもね。やばいぜこいつはーみたいな。まあジュラシックテルコよりはいいと思うよ。もうこんな時間。じゃあもう行くね。今日までありがとう、お主。どういたしまして。そっか、最終回か。涙が出てきちゃう？なでなで。喜んじゃった。じゃあまた。たわけ。
ということでエンディングかな。すっかりね、僕の過去のね、配信だったり動画のね、なんか図鑑のようなね、図鑑代わりにね、楽しませていただいたんですけど、だからこれまで教えた言葉のね、こう一覧表みたいなのがねあるんですけど、もうそれはそのものズバリ僕のね用語集みたいな格好になってるよね。まあ、ありがたいことにね、そういう用語集的なね、サイトをね、優秀な方がね作ってくださったりは、していただいてるんですけどね。まあそれのね、なんだろうな、アップデート版というか、まあ別バージョンみたいな格好になるのかな。その鶴の湯って言ってみたいな。噂に聞いていたどこでも一緒ってこういうゲームだったんだね。あのプレイステーション思い出夜話のね、セッションの中でね、もう絶対にでもこれはね象徴だから、プレイステーションのキャラクターとしてもね、アイコンとしても、だから必ずねポケットステーションとともにね収録したいっていうね、そんな要望をね皆様にね、お伝えしていたかと思うんですけどね。自分自身の目で見てね、あ、こういうゲームなんだっていうのを知ることができて、とても良い機会になりました。あ、コメントありがとうございます。終わった。絵日記のセーブ。8月5日、今日でこのお部屋ともお別れ、産主ともお別れ、もうすぐ人間になれると思うのに、なんだかやっぱり寂しいって。8月4日、香港にゃんこ映画見に行った、大きな画面いっぱいにゲシュペーストが飛んだり跳ねたり大迫力、おやつ食べるのも忘れて見ていた。この辺は知ってるな。そうかそうか。